はい、どうも、北野さん、フェルトです。ハル君です。今日なんですけど、てかさっきかな。そうですね、さっきちょっと気づいた人は気づいたと思うんですけど、なんか変な動画がちょっと流出してしまいまして、まあ、ハル君が最初気づいて、そうですね、僕はそうですね、数十分ぐらい経ってから気づいた。いや、なんか親とかマネージャーとか友達からも結構連絡来て、うん、まあ、これ大丈夫なのみたいな連絡来て、まあ、僕も急いで、まあ、うん、消したっていうか。そうですね。まあでも遅かったり、急いで対応はしたんですけど、まあ、出回ってしまったっていう感じなんですよね。驚いたっていう気持ちは大きいし、まあ、その YouTube チャンネル上げちゃったっていうあれもそうだし、お前がそういうことする人だったんだみたいなっていうのもあったし、まあ、ちょっとなんか、まあ、あんま普段見せない一面、そんな、いや、なんか今まで見てきたお前じゃなかったから、まあ、正直そんなまだ被害は出てないんですけど、そうだね、最小限には、まあ、そうですね、食い止めた。まあ、でもあの動画が出てしまったということで、人をまず謝罪させてください。そうですね、すみませんでした。すみませんでしたっていうドッキリやったんですけど、どう思います？うん、ドッキリじゃないよね、でもね。俺はドッキリじゃないからね、でも。いや、でも僕は自ら流出させたっていう。あ、本当に言ってんの？本当に言ってますよ。って言っちゃえばなんとかなるみたいなやつじゃない？違いますよ、あれはもう流出させちゃったドッキリっていう。おお、え、じゃあ撮ってたってこと？え、なんか YouTube 動画上げた？何が？なんか動画上がってね。で、北地で動画上がってるよ。え、何もいじってないぞ俺。で、ダンス動画上げちゃってるよ。え、ほんとよ。やば、消そう。え、公開ですよ。うん、めっちゃ公開です。え、限定でしょ？今はもう限定変わってるけど。っていうドッキリやったんですけど、どう思います？うん、ドッキリじゃないよね、でもね。俺はドッキリじゃないからね、でも。俺は2、3分ぐらいで来てくれると思ったの。いや、なんか変な動画上がってるよっていう。しかもお前30分ぐらい経ってるからさ、気づかないんじゃないかと思ってさ。え、ちょっと待って待って待って、マジ本当に言ってる？え、ちょっと待って待って待って。まあ、偉そうでエロくないって思ってた。あ、ちょっと待って、え？マジで？後悔しましたけど。いや、なんかさ、お前が流出しちゃって、多分一番誰より持ち込むと思ったから、自分で自分をもう自害するぐらいの思いになると思ったから、だから俺は逆に明るくこう、うん、あ、まあそんなことあるし、まあ、30人ぐらいしか見られてないし大丈夫だよみたいな感じでした。じゃないですよ、お前本当に持ち込むと思ったから。バカみたいにリアクション使ったしね。いや、だからまあいつか本当に踊ろうかなっていう。ああ、そういうことだ。あなたに会いたいなって気持ちがループループする。はい、どうも、チャンジャフェルト。ちょっと、ごめんなさい。ハルキ、何だよ。ハルキ、何だよ。ちょっと、ごめんなさい、ちょっと。はい。
皆さん、今日はバケモノバケツ委員会のカメラヤニーナとバケモノバケツ委員会のイリポン先生です。今日はつけれい、よろしくどうぞ。長いの、カットしてもいいよ。踊ってみたわ、やってみたいなと思いまして。おお、じゃあその曲は忘れるぞ。ですよです。はい、イエイ。考えたい人、はい、でも YouTuber の人ほとんどやってますから、ね、すごい。声だけお願いします。宇宙に行って、地球のみんな眺めてる。おー、そう。で、考察ですか。考察じゃないですか。本気だ。秋元康。流出越しに伝えるんだよ、まあ、ちなみに明日上がります。ワクセルポ踊っていたフェルト。え、ほんとに。待って待って待って。いや、いい、いや、そんな大層な感じじゃないよ。もう軽くよ。いや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 、だとしても見たいけどね。まあでも一応そのカメラマンお願いして。あ、そう、ちゃんと。あ、そう、まあ踊ってみたとかに詳しいあの知り合いの社長がいるんだけど。だからまあ一応誰とは言わないんですけど。え、社長何そんな心よく引き受けたの。いや別に誰とは言わないですよ。誰とは言わないですけど、まあ一応踊ってみたのまあ詳しい知り合いの社長がいるんで、ちょっとお願いして。それじゃあ明日フェルトの惑星ルーブ踊ってみた、ひとまずそちらを皆さんお楽しみにしててください。みんなで見ましょう。俺もまだ見てないんで。4段階ぐらいドッキリあった今。え、何言ってんすか。え、え、明日上がるじゃん。うん、明後日はお兄さんが踊るんだよ。ええー、ちょっと待って待って、何何何何。